青い春の音が聞こえる。エピローグ、卒業式後。いやー、本当に卒業しちまったな。うん、これで本当に終わったんだね、俺たちの高校生活。寂しいこと言わないでよ。ナオは本当に寂しがり屋だな。イリア、いつニューヨークに戻るの？実は明日の夜には。お、マジか。割とすぐだな。勉強が進むスピードが速くてね、もう少しこっちにいたかったんだけど難しくて。そっか、じゃあまたしばらくイリアに会えないのか。大丈夫だよ、ナオが会いたいって言ったらすぐ飛んでくるから。本当に？本当本当。ニューヨークって日本からどのくらいで着くの？飛行機で12時間くらい。まあそんくらいかかるな。めっちゃ遠いじゃんかよ、すぐ来れないじゃん。まあ簡単には会えないね。チェ、やっぱりそうじゃん、イリアの嘘つき。でも逆に12時間で会えるんだよ、すぐじゃない？まあそう考えたらそうかも。俺が家出した時なんて何週間も会えてなかったし、それに比べたら1日あれば会えるんだよ、すごくない？確かにすごい、すぐ会える。ナオがまた騙されとる。ほんと単純なやつだな。そこがナオのいいところだけどな。生っ粋のバカだもんね。バカの世界大会があったらぶっちぎり1位のバカな。その上おっちょこちょい。なんだと？確かに。ちょ、イリアまで。ひどいよ、俺をバカにするなんて。違う違う、褒めてるんだよ。どこがじゃ。まあでも今日で最後だろ、こういうのも。ああ確かに、明日からは5人でこうやって喋るのもなくなるもんね。俺はニューヨーク行っちゃうしね。うーん、そんな寂しいこと言わないでよ、泣いちゃうよ俺。まあでも事実だしな。みんなは寂しくないの？俺すっげーセンチメンタルな気分よ今。なんか心臓のところざわざわってしてる。今日が終わってほしくない。それは俺らだって一緒だよ。でもいつまでもこのままでいるわけにもいかねえだろ、みんなそれぞれの人生を歩んでいくんだから。まあそういうことだね、みんな自分の夢を叶えるためにこれからそれぞれの居場所で頑張っていかなきゃいけないし。ナオだって漫画家目指すんだろ、頑張れよ。応援してる。何か書いたら見せてね、ナオが作った漫画読みたい。あ、うん。あ、お前らこの後暇？イリアも帰っちゃうし、最後にみんなでパーッとやらね。お、いいね、賛成。そしたらうちでやろうよ。いいなそれ。ナオ、どうしたん？行こうよ。あ、うん、ごめん。あ、暗い顔してどうした？なんかあったか？ナオ？あ、いや、なんかびっくりしちゃって、みんな本当に変わったんだなって思って。変わったって？なんかね、少しだけみんなを大人に感じた。なんじゃそりゃ。卒業式後でメンタル弱ってんじゃないの？だな。違くて、うまく言葉にできないけどそう感じたの。俺だけ取り残されたような寂しい気持ちになったっていうか。違うよ、俺たちを成長させてくれたのはナオでしょ。え？ああ、ナオがいなかったら俺たちは今笑えてない。お前が背中を押してくれたからこうして笑えてるよ。いや、俺なんて何もしてないよ、アヤトの時はともかく。まあ確かに俺が前に進めたのは全部が全部ナオのおかげってわけじゃないけどさ。でも俺、前にイリアが言ってた言葉今ならよくわかるんだよ。ナオは自分の太陽だって。ああ、俺もそれわかる。なんかさ、ナオってそこにいるだけでみんなを救うんだよ。ナオが笑ってるとまあいっかって気持ちになるしな。そうそう、それ俺もわかる。ナオが大丈夫って言ってくれると絶対に大丈夫って思えるんだ。うん、俺も同じ。
だからさ、取り残されてるなんて思わないでよ。俺たちを引っ張っていってくれたのはナオなんだから。みんな何もできない俺のこと、そんな風に思ってくれてありがとう。なんかね、今思った。俺、みんなといる時間が本当に本当に大好きだったんだって今日が高校生活最後なら伝えておきたい。イリア、レン、イブキ、アヤト、俺と出会ってくれてありがとね。俺の友達になってくれてありがとう。俺さ、勉強も運動もダメダメで何にもできないようなやつだったけど、みんなに出会えたことが一番の宝物。お前らがいたからセーラに入ってよかったと思ってる。これからは今までみたいに一緒にいられないかもしれないけどさ、俺はいつでもみんなのことを思ってるから。だから何かあったらいつでも連絡してこいよな。お前らのためなら俺何だってするからさ。うん、ありがとうな。なおにしてはいいこと言うじゃん。お前も何かあったらちゃんと言えよ。うん、なおに何かあったら今度は俺たちが助けるからさ。ありがとう。よし、そんじゃイリアンチでパーッとやるか。だな、もう今日は朝まで騒いじまうかレンがそんなこと言うなんて珍しいね。こんな日くらいいいだろ。ま、今日は祝いの日だしな。だね、朝までパーッとやろう。イエーイ、朝まで卒業パーティーだー。